そして4コース角1は4号艇地元の藤原です。明日の陣営枠番をかけての勝負ということになります。スロー3艇ダッシュ3艇枠なり。第10レースは予選特賞インカラー1番2番3番4番5番6番です。スタートしたスロー3艇コースアウトは1号艇2号艇3号艇後ろ1番逃げる1号艇の杉富2号艇の渡辺サス3号艇の吉田間を割ってくる外を回って切り込んでくる4号艇藤原5号艇6号艇向こう正面でありますがここを切ったセットを1号艇の杉富優也2番手は2号艇3号艇最初から4号艇の藤原も参戦です。その後方は5号艇岩永6号艇杉田接戦一緒に回る世界相当正常コーナー2番手飛び込んで4号艇の藤原真ん中から2号艇渡辺握る差し回って3号艇の吉田一郎3度側セットは1号艇の重富の後方2番手の2号艇4号艇の並走状態に変わったインコース完全に追いついたのは4号艇の藤原アンコース2号艇渡辺伸び返す4番手後手3号艇の吉田レースは西丸1コーナー内から抵抗する4号艇の藤原握って2号艇の渡辺宏樹右上通っては3号艇吉田一郎向こう上に折り返す2番手の2号艇4号艇直線勝負まだ続く内は4号艇藤原アンコースは一定身2号艇の渡辺その後方ちぎれて3号艇吉田5号艇岩永最高6号艇杉田レースは西丸マークの世界入ってきます入ってきます4号艇小回り藤原そっとそっと回って2号艇の渡辺膨らみ気味4号艇2号艇また並んだインコース4号艇の藤原でアウトコース2号艇渡辺で上田家は1番4番か1番2番かリーサは残り1周さあ完全に内に入った4号艇の藤原さら3周1番から勝負権握る2号艇の渡辺全速旋回は決まるか内踏ん張ろうと4号艇の藤原ですがアウトコース通ってリードは2停止3停止は2号艇渡辺上田1番2番4番。